こちらは平成31年、飯賀市美術博物館が現存するいくつかの絵図面をもとにして復元した飯賀城の CG です。飯賀城は松川と谷川に挟まれ、段丘が絶頂に突き出た部分を利用して作られました。地形を生かしたですね、少し小高いところに立った平山城っていうね、言い方をしますけども、大きさがですね、まあ、9万平方メートルくらい、まあ、東京ドーム2個分くらいですかね。飯賀城は6つの区画で分けられていて、画面手前からそれぞれ山伏丸、本丸、二の丸、出丸、桜丸、三の丸と呼ばれていました。いわゆる郭というんですけども、それがこういくつか集まった塊を、ね、お城というわけですけども、この飯賀城のこの区割りというのかなというのは、連郭式っていう言い方をするんですよね。郭が連なる配置になってるんですよね。有名なところではですね、名古屋城がまあそれに近い配置になってるんですね。飯賀城は明治維新によって廃城となり、取り壊されてしまいました。かつて城があった場所は今どうなっているのでしょうか。小田学芸員とその遺構を巡りました。まずは城の中で最も重要な場所だった本丸。ここは現在の大手町2丁目にあたり、柳田国男館や日夏幸之助記念館、長姫神社などが建っている一帯が本丸です。中でも長姫神社があった場所には、祭り事を行う中心である本丸御殿がありました。こちら神社なんで、まあ、神様が祀られているわけですけども、どんな神様が祀られているかというと、お殿様なんですよね。お殿様がまあ神様として祀られている。長姫神社には江戸時代前期の初代飯田藩主である堀近政と、先祖の秀政、近吉の3代が祀られています。こちらは本丸御殿を正面から見た図です。天守閣はなく、平屋建てを中心とした建物が連なっていることがわかります。平面図を見てみると、建物の広さはおよそ412坪、畳は524畳半もあったと記録されています。本殿の後ろ側に回ってみると、現在でも櫓があったと思われる石垣が残っています。そうです。ちょうどね、ここら辺こう、大きくこう出てるところがありますけど、ここにおそらく櫓が立っておったんだろうと。櫓は遠くを見渡せる、まあ、見張りができるような高さの建物ですよね。こういう石の積み方ですよね。非常にこう大きい石を、まあ、積んで、その間にこう小さい石をね入れていくっていう、まあ、いわゆる野面積みっていう積み方ですよね。まあ、比較的素朴な石の積み方っていうことで、飯賀城が作られてから間もない時期の古い石垣の跡だろうと。続いては城の最も東端に位置する郭、山伏丸。ここには現在温泉旅館が建っています。実は飯賀城っていうのは、一番のルーツはこの山伏丸という場所なんですよね。本丸ができるよりも前にこちらに、お城があった。温泉旅館横の小道を通っていくと、飯賀の町を一望できる見晴らしの良いスポットにたどり着きます。そうですね、ずっと金江の町がね、見える場所ですけども、本当にこう絶頂というか、まあ、ベロの形をした段丘というかね、いわゆる丘の上の先端ですよね。先っちょになるんですよね。ここは山伏、山に入って修行する
人たちですよねが集まる、そういう場所だったんですよね。伝承によるとですね、あの今愛宕稲荷神社が建っている場所、そこに飯坂城というお城というか、まあ館というのか室町時代くらいですかねに あったと伝えられておりますけども、まあ、その飯坂城もですね、まあ、土地がちょっとこう狭くなってきたということで、山伏の人たちと土地を交換しましょうということになりまして、こちら山伏丸の方が、まあ、飯田城、まあ、新しい飯田城になるわけですよね。その証拠として山伏丸の先端にある民家の敷地内には、山伏が信仰していた旧熊野権現の祠が残っています。武器を収めるための倉庫があったと、それから真ん中にこう水を得るためのこう池があったんですよね。だから本格的にこう飯田城が日本丸ができた後っていうのは、飯田城のその中心的な役割からはまあちょっと外れていくわけですよね。6つの廓で構成されていた飯田城、廓と廓の間には敵の侵入を防ぐための空堀がありました。飯田市美術博物館の石橋付近では、当時の空堀の痕跡を見ることができます。飯田城の二の丸と本丸とをつなぐ橋の下に来ております。ここが堀の跡。明治維新ですね、の時に飯田城は廃城になってしまうんですけども、その時に、まあ、建物は解体されたりとかですね、売却されたり、それから堀も埋められてしまうわけですよね。私たちのいる場所はですね、まあ、半分は埋められずに済んだんですけども、半分は埋められてですね、今のような駐車場になってますけどね、この上はね。現在、飯田市美術博物館がある場所には二の丸がありました。中心を大通りがまっすぐに伸び、脇坂氏の時代には重臣の家老や御殿医の屋敷が建っていました。今の、まあ、この大手町のメインストリートっていうのはもうちょっと北側にあるわけですけども、かつてはですね、もっと美白の敷地の中に、当たる、まあ、かなり南に寄った場所ですよね、に、まあ、メインストリートがあったと。メインストリートを通っていくとですね、今の長姫の江戸彼岸ですよね、まあ、桜にかするかかすらないかぐらいの場所を通っていくわけなんですけども、この長姫の江戸彼岸という大きな桜はですね、まあ、安富桜っていうふうにね、名前がついててですね、安富さんという方の お屋敷の中にあったから、安富桜っていうふうに名前がついたっていうことになってるんですけども、昔の地図の中にはそういった痕跡っていうのは出てこないので、まあ、安富邸の敷地の中に桜が、大きな桜があったかなかったかっていうと、はっきりわからないっていうのが実際のところなんですよね。美術博物館の西側は二の丸の入り口にあたり、ここには二の丸御門がありました。通称八景門っていう、いうふうに言ってるんですけども、まあ、二の丸の入り口に立つ門があって、で、そこを通って本丸に行くと。この二の丸御門は飯田城解体の際に移築され、現在松尾にある個人のお宅の門になっています。そのお宅はですね、堀家の11代ですね、堀親則公が一時ですね隠居してたお家でもあるんですよね、まあ、縁があって、そのお宅にですね、まあ、売却されたっていうことなんですけども、この飯田城、まあ、明治維新で取り壊されて、建物がかなりこう売却されていったんですよね。特にその門というのは使い道がいろいろあったのがですね、まあ、次々とですね、移築されていってですね、そのかつて その飯田城ので使われてた門が現存するんですよね。唯一飯田城跡に残った建物がこちらの桜丸御門、通称赤門です。まあ、立ったのが18世紀の半ばくらいですね、1754年、になります。唯一ですよね、まあ、元の場所に
立っている。本当これだけなんですよね。運が良かったのか悪かったのか売れ残ったと言っていいのかちょうどここはその桜丸御殿が、まあ、明治維新によってですね県の、 あの所有になるわけですよね。県の出張所がまあここにあったと、まあ、その門としてじゃあ使わせてもらうかっていうようなことで運よく残ったのかなと。桜丸御門がある桜丸は現在の県飯田合同庁舎が建っている場所にありました。ここには脇坂安元が安政を養子市に迎えるために建てられた桜丸御殿があり、安元が狂わないに多くの桜を植えたため桜丸と名付けられたと言われています。現在もその名残として車の東には夫婦桜と呼ばれる古木があり、春の人気の観光スポットとなっています。桜丸の正門として使われた桜丸御門、当時門の大きさや色は大名の格式に応じて厳格なルールで決められていたため、門を赤く塗るのは本来2万石の小藩である飯田藩に認められるものではありませんでした。お殿様の奥さんが奥方が柳沢義康ですか、側用人の、まあ、家から出たということですね、まあ、それなりのこう格の高い墓地から出ているというようなことで、赤色を使うことは許されたんじゃないかというふうには言われています。こちらは飯田城を上から見た模式図です。近世になって城が整備されるとともに、城下町は城の西側、現在の丘の上に広がるようになりましたが、古くは城下、現在の水の手付近に城下町があったと考えられています。大手町小学校の脇にあるこちらの坂道、かつてはここに水の手御門という櫓門があり、飯田町への正門として使われていました。現在も当時の石垣が残っています。まあ、石の積み方も結構その本格的でね、一番最初のこう飯田城ができた頃の痕跡っていうのかなが残ってる、非常にこう貴重な場所だと。飯田城の城下町は谷川を挟んで北町南町に分かれていました。それは現在の京北地区京南地区にあたります。城下町一帯は周りを堀や土塁でぐるっと囲まれていました。城下町の西の端だった美濃瀬町の白真寺には外堀の痕跡が残されています。飯田の町だけじゃなくって他の城下町にもそういうケースが少なからずあるわけなんですけども、城下町の輪郭を形成するようにですね、町の端にはですねお寺がこう立ち並んでるんですよね。でそのお寺の一番外側にはですね総堀といって土塁というかこう土を盛った跡と、それから堀がですね作られて、で城下町の区画を作っておるんですよね。まあ一つは戦国時代まあ、戦が盛んに行われてた頃というのは、お寺がその戦の、まあ、いわば最前線の基地になるというね、まあ、そういう役割を与えられてたということが一つあります。もともとこの白真寺さんもですね飯田の町にあったわけじゃなくって、上田の方からお殿様に呼ばれて移ってくるんですよね。城下町の住民の人たちもやっぱり周りの、 その村々から集まってきているので、まあ、それに対して、その菩提寺であるお寺もこう一緒に移ってくるわけですよね。で今これ石垣になってますけど、もともとはこう土塁というのかな、でそれを改変
しているので、まあ、こういう状態になってるんですけどね。で堀も埋められて道になってるので城下町の時代の面影ってそのまま残ったわけじゃないんですけども、非常にこう城下町の輪郭がよくわかる場所の一つと申し上げていいのかなと。また銀座通りをよく見てみると地下がある建物が多いことに気づきます。ここはちょうど三の丸と城下町の境目で内堀があり、それを埋めて作られたのが銀座通りです。また城下町の東外れには馬に乗る練習場馬場があり、飯田の城主は靴輪工事を通ってこの馬場に向かっていました。お城を出てですね、こうずっとぐるっと坂を上がってきて、こっちの左曲がってこう上がっていったんだろうと思うんですけども、でまた別にこう道が新たにできたのかなと思いますけどね。昔の映像を見るとこちらの通りはまだなかったと思われますので、後から作られた道だと思うんですけども、まあ、やがてここに飲食店がたくさんできていてですね、まあ、ちょっとこう昭和の雰囲気を残した街並みが今残ってるというのか、ちょっとこう時が止まったような場所になりましたけどね。1871年、明治政府がそれまでの藩を廃止し、代わりに県を置く廃藩置県により、飯田藩と飯田城の歴史に終止符が打たれます。財政難のため、土地や建物など藩の所有物はことごとく解体、売却されました。さらに昭和の飯田の大火によって町の大半を焼失。かつての城下町の面影を残した景観を焼き尽くしました。そこから飯田の町は防災都市として変貌し、現在に至る景観が形作られていきます。飯田のこの町というのはですね、非常にこう物流が盛んに行われた町だったんですよね。藩自体は慢性的な財政難でね、大変だったわけですけども、それに対して町の人たちは本当にこう裕福で、まあ、お茶をやったりとか、絵を買ったりとかってね、本当にこう、文化を作ってきたのは町の人たちだったんですよね。まあ、それはやっぱり飯田の町の大きな特徴なのかなと思います。